ブラク寺薬師堂第五次薬師堂大前寺薬師堂。薬師堂は薬師如来を本尊とする仏堂の故障である。薬師如来は大乗仏教において病気兵衛等の原世利益に貢献のある仏として信仰されており、アジアの仏教圏の中でも特に日本で広く信仰を集めている仏であることから、日本では薬師如来を本尊とする寺院や薬師如来を祀る、 仏道が各地に数多く存在する。ただし、薬師如来を本尊とする仏道がすべて薬師道と呼称されるわけではなく、寺院ごとに様々な名称で呼ばれている。薬師如来像を安置する道が寺院の中心となる建物である場合は、本道、近道、根本中道などと呼称される場合が多い。薬師如来を本尊とする寺院の事号には、薬師寺、薬王寺、 医療寺などのほか、東光寺、東明寺のように、東の字がつくことが多い。これは、薬師如来が、東方浄瑠璃浄土に従すると信じられていることによる。また、薬師如来の証明、薬師瑠璃光如来にちなんで、瑠璃三寺と号する寺院もある。派生して、薬師如来が、病気併有の仏とされることから、制約や、医療の分野でも、薬師堂の名前が使われることがある。 また、薬師堂があった場所の地名となっているところもある。薬師堂は、薬師如来を本尊とする仏堂の名称であり、薬師堂特有の建築様式、平面形式等があるわけではない。以下に、薬師堂を名乗る仏堂の代表的なものを挙げる。道のく国分寺薬師堂上明寺薬師堂上道寺、薬師堂、ありがとうございます。